見なさい、来なさい、暴れなさい、緑川優です。 0.1g の誤算は日本全国ツアーをやっていて、今日がセミファイナルみたいな感じなんですけども、本当に一本でも来てくれたら関わってくれる、ありがとうございました。皆さんすごい本数やったじゃん。これって全部来てる人とかっているのかなって思ったんですよ。全部来た人が何人かを、はい、メンバーなら分かってると思うんだ俺。じゃあ全部来た人は前、その他の人は後ろに下がってください。うおー、ちなみに、暴れないゾーンで来てる人も、前に来てください。大輔、何人全部来たと思う？ 10 人。いやね、実は俺もね、10ぐらいかなと思ったんですけど、うん、被りたく、被るのはちょっとあれなんで、16! おぉ！じゃあ俺、ズバリ当てます。おい。5人です。俺も5ぐらいだと思うんですけど、7! 7って言わようとしたら取られたから6です。じゃあちょっと正解見てみますか。はい、はい、せーの、はい、おお、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん。11人もいる。おお、すごい。わかった。じゃあお前ら明日の、じゃあ3時に、箱に来い。お前話聞くから。話聞く。 OK。はい、というわけで今から全通の人に登場していただきたいと思います。なんで俺緊張してる。こんにちは、お邪魔します。まずは皆さん、全通ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと見たら分かると思うんですけど、うん、椅子が2つ空いていまして、なんとね、体調の方がね、はい、悪くなってしまったということで、欠席になってしまいました。はい、というわけで今回のツアー全通した人は9人でした。まあそういうこともありますよね。まあしょうがないですね、そればっかり人間ですからね、はい、俺ですらちょっと途切れそうになって。本当に全通するっていうのはね、体力的にも大変なことだと思うんですけども、うんうん、そんな皆さんに今日はアンケートの方を書いていただきました。すごい初めて見るようなね、情報がたくさんあるんですけども、というわけでじゃあまず一番気になるのが、はい、いくらくらかかったのかっていうのが、ね、3ヶ月で25本、ま、の日本全国ツアーで、チケット代とかもホテル代、移動代とか、うん、物販代とかね、全部含めて総額でいくらかかったかっていうのをちょっとまず見ていきます。はい、はい、M さん誰？かかったお金40万くらい、はい、おー、あさん2人で80万くらい。どうも2人って親子です。親子。 お母さん。お母さん。お母さん。すごい。あ、そうなんだ。お母さんがこう全部出してあげたみたいな。私。え、娘が全部出した。マジで。マジで。マジで俺お父さんになるよ。親孝行じゃん。親孝行だね。すげえ。まいさん。はい。まいさん。はい、約35万くらい。夜行バスとかで節約してそれです。匿名希望ちゃん。はい、52万2375円。メモってた。ちゃんと数えてたってこと。私一応家計簿つけてるんで、どうせだったら1の5円まで出そうと思って、結構電車と電車代とかも含めてそれぐらいでした。ダメだ。精密にかかったお金を送ってくれていまして、交通費199,720円、ホテル代136,855円、チケット129,700円、ドリンクやクロークロッカー24,100円。こんなにかかんだ。うわ。物販が32,000円、交通費ですね、主は。リナさんですか。私です。はい、50万くらいです。おお、50万くらい。で、京さん、はい、京さんは、はい、京さんは40万くらい。食費抜いて損害ですね。多分飲み代入れたらプラス30ぐらい。飲みすぎだろ。飲みすぎだ。松本さん、はい、数えてないけど莫大な金額。家計は木の車。結構みんな同じくらい。そうだね。変動はないですね。意外と安いなと思った。あ、そう、ぶっちゃけ俺も、まあ、そうだな、それは80ぐらいいくかなと思って。そう、うん、ね、だってピースボートって皆さん知ってます？居酒屋にさ、トイレに貼ってあるじゃん、船の
世界一周の旅、あれ3ヶ月で100万円かかるんですよ。だからそれよりなんか同じ期間半額じゃん。確かに、そっか。まあでもそうなんい、まあ、1ヶ月全部ライブしてるわけじゃないからかもね、わかんない。あ、まあ、そうだね。ビジホだよね、多分。もちろん多分か、普通というか満喫とか満喫だった人ほとんどいないんだ。いないんだ。いないんだ。じゃちゃんとホテル泊まってるんだ。5000円くらい。おお、3000円くらいのホテルの人、だいたい平均したらとかって分かりますか？だいたいです。1万いかないぐらいです。そんな高いとこ泊まってて。ラグジュアリーすぎる。ラグジュアリーすぎる。それは石油は何だ。いかないぐらい。そこ試合決定。ヘズマの嫁だ。あのね、掴みかかってもいいから。リングはあるから。そう。じゃあでも本当になんか福岡とか札幌とかだと2300円とか、うん、全然ある、ね。これだけありますよ。今回のツアーは九州とか多かったから、その田舎の方だと結構安いのがあって、まあ、なるほどね。一泊3000円ぐらいとかで、大阪とかだと一番近くしちゃうんで高いんですけど、田舎は安いです。韓国人とかぶるとやばい。あとザイル系。ザイル系。イベントがってこと。かぶるとやばいです。なるほどね。ホテルが取りづらいと高くなっちゃう。やばい。じゃあ続いて、なぜ全通しようと思ったんですかっていう質問なんですけど、知りたいですね。はい、トモさん、働いてない、今しかできない。あ、なんか気がついたら、もう京都まで行ってたんで。あ、そう、半分の2ってこと。もう最後まで行っちゃい、そう、最後まで行っちゃいみたいな。働いてないんですか、今。今は働いてないです。貯金、貯金できてる、はい、正社員の貯金を切り崩しながら通ってます。行ったことのない土地が入って、だから ずっと気になってたんだけど、なんでこうお母さんも連れて行こうと思ったの。うち父はいるんですけど、一人でいるの、うん、かわいそうっていうか、うん、お父さん一人やん。お子さん好きになってくれたんで、一緒にだったら回ろうって言って。おー、いいことです。ゼロか100か。あー、そうだね。京さん、はい、行きたいの行った結果。おお、今日のライブ行きたかったな、行けばよかったなとかあるんじゃないですか。うん、取ったら行けばいいじゃんって話じゃないですか。おえー、取ったら行けばいいじゃんって話じゃないですか。おえー、その仕事選んだのに自分なんだから、自分が選んだ結果だろって話なのに、何て答えてんのかな。おお、えー、バンドマンよ。お前お前すごいな。お前すごいわこれ。はい、なぜ全通しようと思ったのか。全通が趣味。なんだよこいつ。もうなんだ。マイさん、ライブがあったから。もうあるんだよな。そんな感じでいけるの。そこに山があったから。そこに山があったからみたいな感覚。ライブがあったら行くかみたいな。はい、続いて、このツアーで印象に残ってることは、いいことでも悪いことでも、緑川さんの餌やりシーン。まさしさんの匂い。その試合決定で。おい、やばい。やめろ。やめろって。やめろ。やめろって。伝わるかな、緑川チャンネルの視聴者に。ツアー中ですよ。衣装ですよ。うん、はい。毎日選択ができるわけがない。そうなんですよ、許してくれよ。だからやっぱりビジュアル系バンドの人間的な部分もかなり出ると思うんですよね。そうですね、うん、2日目3日目となるにつれてやっぱりね、出てくるよね、人間の匂いがね。はい、小林さん、衣装もね、洗えると傷むんでね。そう、毎度毎度洗えるもんじゃないんですよ。そう、俺衣装大事にしてんだよ。っていうことで、ね、でももう彼もう安全ピットがついてますね。匿名希望ちゃん、はい、緑川さん、かわいい。ありがとうございます。まさし様、衣装臭い。やばい大阪ミューズのハイベキンの C メロ前のマリさんがとんでもなく。うわ、すごい。ずっと言ってくるんですよ。マジでかっこよかった。じゃあじゃあ。じゃあ、わかんない、そのファンにしかわかんないさ、これの、この曲のここめっちゃいいみたいな、うん、あるある。あ、もう一個ある。はい。まさしさんの衣装がザキガニ。さあ、そっち行くのもめんどくさい。お前来い、お前や。お前来いよ。うわぁ、おぉ、おぉ、おぉ、やめとけ。やめろ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 
でも今日いい匂いだなって思う時ありますよ。洗った日が分かる逆に。いや今日洗った日だって。今日洗った日だ。爽やかな香りの日は。今日洗った日なんだって分かる。結果的にディスられてる。嘘。そこんだけライブ来れば窓下の匂いで分かる。生活形態が分かる。全通をやめたいと思ったことはという議題です。途中でなんか心が折れましたかとか。そういう議題なんですけど、うん、一度もない。ない。まあ、それは趣味だ。趣味だ。この子ホテルで病みました。ホテルをメンブレするって言うから薬草をあげた。薬草もらいました。毎回メンブレするから。自律神経を整える。タンポをもらいました。こんな感じのタンポをもらって。4日に1回絶対やる。恥だよ恥。少しある。1回ぐらい。疲れすぎて慣れてなさすぎてメンタル的な。いやもう純粋に本当に疲れて、演者さんとかには本当申し訳ないんですけど、うん、1回ぐらいちょっと家でゴロゴロしてたいなみたいな日が一日だって。ちなみにどの辺とか。新潟とか赤羽ら辺が結構。あ、じゃあ結構後半だね。多分だけど下手したら演じるよりお前らの方が大変だぞ、ほんとに。そうだよね。中間地点から後半にかけてさ、やっぱこれも喉潰し始めて、で、まあみんなも多分体力が削られてきてる時だと思うんだよね。だからそこだよね。同じライブ何本も行ってて飽きないのという質問なんですけども。ご飯を食べるのと同じ。おお、なるほど。いいよ、いいよ。まあ、さっさとご飯食べるの飽きたわってなんないもんね。なるほど。ライブは生もの、同じライブはない。誤算のライブは毎回何が起こるかわからないから。おお。ね、まさにその通りだよね。きょうさん、はい。同じライブっていつあるの？実際なくないですかって。まず仮に瀬戸が仮に一緒だとしても、MC も違うし、掛け合いも違うし、その場のその場しか感じられない雰囲気ってあるじゃないですか。で、逆にとか同じライブってどうやって見れるのかなって逆に知りたいです。これの後やだ。毎日息吸ってて飽きないの？言い方。もっと可愛くですよ。言い方だもん。可愛くないから。おお。女子の敵。女子。モラハラモラハラ。視聴者の皆さん叩いてくれ。いや。そこ試合決定。いつだってやってやりますよ。負ける気がしねえ。同じライブはできないですね。まあ、そうだね。やろうと思ってできるもんじゃない。格好つけてるわけじゃなくて、普通に無理だよね。うん、無理。だからこそディズニーランドのショーはすごいなと思うけど。あれは毎回ね、同じものをね、そう提供してくれるっていう。そういうものだから、あれは逆にプロですよ、本当にね。でも、ディズニーランドのプロからしたら違うのかもしれないけどね。例えば、外のやつだったら天気とかによっても違ったりするんじゃない？あ、確かに。そうだね。俺らなんてさ、やっぱさ、数年に1回しか行かないから、あ、これ前も見たっていう感じでいつも見るわけ。だから、本当は違うのかもしれないけどね。確かに。ディーバディオタ、ディオタ、もしいたら教えてください。いつも違うのか、同じなのかというのは知りたいですね。最後の質問ですね。おお。大型ツアー全通してみた率直な感想を述べよ。おお。気になります。一番大事。年齢を感じた。これは俺らの。俺らそんなにおじさんかな。そんなに疲れてるように見えたか。年齢を感じました。おい、絶対若いだろ。年じゃなくない？10代の頃に比べて、もう夜行バスに乗ったら体バキバキで屍のようになってたんで、大体です。おいくつか言えます？20後半です。俺と何歳だっけ？下です。あー、なるほどね。ちなみに夜行バスって言ってたけど、結構夜行バス使う派？使いますね。だいぶ新幹線は倍高いから。ちなみに全部新幹線移動の人、新幹線で移動したバス1回も使ってない人。でもあれですね、今回の九州とか大阪って電車じゃなくてバスで行ったのが一番早いとかあったりしたんで、あえてバスの方が早い。そうですね。あと新幹線通ってないとか。そうですね。あ、そっか、九州。そういうとこ以外は結構新幹線だけどって感じです。じゃあ新幹線通ってるとこは新幹線使う人、じゃあなるべくバスで済ませるようですと。
おバスはきつい。いや、バス疲れるよ、ね。いや、バスはきつい。バスはきつい。時間も長いしね。うん、あと、着く時間がイカれてる。イカれてる。イカれてるんすか。朝の5時とかに、ホテルチェックインできなくて、なんか満喫とか入っちゃうから、余計な。あれだし。そうだ、何もするか。でもあれなんですね。石油王さんは意外と移動はバスなんですね。確かに。え、今回やと岡山と大阪、大阪高松はバスで行きました。おー、ジェットとかじゃねえ。意外と持ってないです。なんかおすすめのバスのこう、ここで撮った方がいいみたいなのある人いますか？アミーゴ。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 言い方がね、言い方がアミーゴ。アミーゴ。アミーゴ大好き。いや、アミーゴは安くて、なんか間近割りとかがあって、あ、でも関西しかないのかな、初めて聞いた。なんかアミーゴっていうバスがあって、間近割りみたいな、東京とか3500円で行けたりとか。へぇ、安い。そうです。それで7時ぐらいに着くから、よく使ってます。ウィラー、ウィラー、ウィラー。え、なんかそのバスによって違うね、その良さ。なんかウィラーはこだわりすぎてて、ボタンがいっぱいあって、なんかここウィーンっていうのとかウィーンっていうのとかがあるから、どれを押したらいいのか分かんなくて、それだからちょっと苦手です。それ落ちそれ自分のせいだ。めっちゃ良い。私は背中をこうしたいだけなのに、ここがウィーンって上がったりするから、もう分かんなくて寝心地が悪い。確実ウィラーのせいじゃない。私が悪い。え、ウィラーはさ、どうなん、いいの？いいです。まず教えてなんか何回も使ってるとポイントで還元されたりとかするんで、その分安く乗れる。いい、いい、いい、大人だね。いや、でもアミーゴもポイント換算されます。アミーゴアミーゴもポイントつく。アミーゴもポイントつく。つくよ、ポイント。マジで初めて聞いた。アミーゴもポイントつきます。アミーゴポイントが珍しいだ。アミさんは、あの、ボタンは使いこなされて。はい、大丈夫です。え、でもいっぱいありますよね。あ、でもいっぱいあります。ありますよね。そうですよね。時間違います。え、そうそうそう。いっぱいあるから、本当に難しいな。はい、匿名希望ちゃん。はい。あ、率直な感想を述べよう。足りない。53本希望。怖えぞ、こいつ。でも実際みんなさ、俺らはオフっていうかさ、うん、休みに入る日は仕事ってことだよね。うん、まあそうだよね。うん、ツアー中にさ、中一日空き日があったりしたじゃん、俺ら。うん。その時にその一回帰って仕事してたとかっていう人っています？あ、いないんだ。さすがにいないんだ。ここにはいないんだ。結構全通してない子でいたわけ。いたいた。いるいる。いたよね。なんか。あの居酒屋で働いてる人とかね、一旦東京帰ります。そうそうそう。全通者は体力を温存しなきゃいけないから、うん、そこは、まあ、俺しっかり休まないといけない。俺と同じスケジュールそうだよね。でもなんかさらにすごい人がいて、空き日あるじゃないですか、うん、空き日の日に仕事じゃなくてわざわざ東京帰ってライブ行ってこうやってたんですよ。どうなの？どのタイミング？どこだっけ？九州か大阪って感じだよね。あ、関西のところの空き日にちょうど都内でライブあったから、空き日だし行けるじゃんって思って。好きこそものの上手なれ。継続は力なり。かっこいい。どのくらいだったよ、継続し始めて。53本ツアーの時のが行けなかったのが2本だけあったんですよね。だから53本ツアーからは全部行ってるんじゃないですか、ってなると。何本なんだろうね、継続に数えてたりはしない。ね、あと、お三と一緒か。はい。8年ぐらい。で、行けなかったの3本かな。ってことは、誤算のライブは俺よりもいるんだ。え、どうして？俺は手術したりとかでさ、コロナも3回、2回競ってるかもしれない。競ってるかもしれない。先輩競ってるかもしれないで、いい勝負、いい勝負かもしれないで。演者側に後輩2人いるよ。大輔がいるよ。ちなみに皆さんは誤算歴どんくらい聞きたいんだけど、じゃあ1年くらいだよって人。おお。1年行ってないですね。うん、1年半ぐらい。7周年くらいからか。じゃあ2年くらい。
おお、そっか。2年半ぐらいです。自分6周年の時です。あ、そうだ、そうだ、そうだ。じゃあまあ、結構みんな若いっていうか。そう、そうだね。怒涛すぎた。ライブとライブの間は疲れて何もできない。すごい楽しかった。他のバンド行く余裕。あ、あ、違う、あれじゃなかったの。あれはマイさんです。楽しかった。早めの行動が大事。わかる。本当にこの間のもうキンキンの柏なんですけど、うん、横浜までの電車乗り間違えちゃって、あのホテルに行けないフラグがちょっと立っちゃって、あのギリギリ本当にギリギリ大丈夫だったんですけど終電で帰れて、あのもうマジで知らない土地の電車ばっかなんでどこも、1本乗り間違えたらもう次1時間後とかもありえるんで、わかる。そしたら終わりなんで。ちょっと早めに終わったらさっさと移動しようみたいな。はい、俺らは車だから分かんないけどさ、そうだよね、1時間に1本とか分かんないですよね。ちなみに俺と大阪のアキビでたまたま会った時はあれは早めの行動だったんですか？あれは早め、あの1回ちょっと名古屋に帰って、でそこからまたバスで戻ってきた時にたまたま行って。あ、そうなんですか。なんか俺が改札入ろうとしたらいいですね。あ、そうなんだ。バンギャたちさ、3時間くらい前から箱を来てさ、いなくなるじゃん。一人見に来てる。確かに、下見的な。その場所確認したりしてたね。そうそうそう。その理由がちょっと今分かったわ。最後なんですけど、仕事についてのことなんですよね。サラリーマンだよって人、サラリーマンだよって人、いる？え、後ろに。あ、どんな感じの仕事とか言えます？割とフリーランスの。かっこいい。自分で行きたい日だけ行くみたいな。なるほどね。あ、ちなみに今働いてないよって人は、あ、そうか。あ、そうか。一人だけなのか。か、まあ自分で自由にシフトが組める人たち。まあまあとか。社長、社長？あ、確かに。おー、確かに。社長が A 社とかね。え、自由にシフト組める人。あー、まあ、そうだよな。そうだよね。じゃなきゃ無理だよ。え、なんで正社員を辞めたんですか？子さんのライブにの日程が、まあ、発表されるじゃないですか、FC とかで。うん、で、あーって見てたら、これ辞めた方が早いなーって。辞めた方が早い。かっけー。かっけー。かっけー。だっけ、絶対ファンやめないでほしいな。やめちゃいました。いいね、やめた方が早い。すごい、あ、多分みんな思ってるんだよ。ね、みんな思ってることを体現したんだよ。ね、そうだね。思ってるけどみんなできない、ね。そう、できないことを体現してる。一歩が踏み出せない。そう。ああ、ああ、ああ。踏み出したんだね。ありがとうございます。まあそんな感じでね、皆さんに今日聞いたんですけども、はい、最後ね、ちょっと今からライブやろうと思いまして、はい、はい、スペシャルな感じでライブやろうと思ってんで、ちょっと席替えというかこれ一回動かして、はい、最後ライブやって終わります。はい、